息抜きしたいねー。すればいいじゃないですか。さて前回、賢者の石と変換テーブルを作って錬金術の波が押し寄せてきました。で、ようやくブラッドマジックに入りますが、その前に一つだけやりたいことが。何ですか？早く魔術しましょ。今の拠点を捨てて、新しい拠点を作ろうかなって。え？だから、新しい拠点を作ってそっちに移ろうと思うんです。え、いや、まだ作ったばっかりの拠点ですよ。そうなんだけど、想像以上にスペースが狭いし、ブランチ拠点も離れてるし、何よりね、このミニマップ、敵モブのいる高さがわからんせいで、拠点の近くに赤点が出るたびに地上にいるのかと勘違いしてビビるんですよ。だから、そんな心配がない、会場に移動しようかなと思ってさ。理由はわかりましたけど、それならこんな凝った拠点作らなくてよかったのでは。まあ気まぐれってやつです。気まぐれ、この程度の気まぐれについてこれなかったらこの先一緒にやっていけないよ。マリサさんとパートナー変わりたい、そう思った昨夜であった。隕石の中身はもらっておきましょ。型が2つ、妥当ですね。これは何ですか？ A2 を始めるのに必要な4種類の型、そのうちの2つですよ。じゃああと2つ見つければ A2 も始められるんですね。右側見えてきたぞー。カボチャはもう見えてきたぞー。一個だけあるカボチャってのも珍しいですね。よーし、十分な広さがありそうですね。そんじゃここに拠点を設置しましょう。設置しました。簡素ってレベルじゃないですよ。だって、会場に床張るのってかなりしんどいんですもん。普段フィラーさんにお任せしてるんですから、たまには自分で頑張ってください。ビルドクラフトのない環境で簡単に建築できる機会ってないのかな？よく知らない。別モッドで何かあれば入れてもいいかもですね。砂を落としたりして、ブランチ拠点も作りました。あら、ここにも作ったんですね。今までの私なら、一つ作ったら二度とブランチ拠点は作らないという主義でしたが、何しろジャーニーマップのおかげでブランチ拠点制作難易度が低下したので、何回でも作れますね。ブランチ拠点制作難易度って何ですか？あ、そうそう、拠点移動の前にサーマルエクスパンション入れておいたので、銀鉱石とか鉛鉱石とかもゲットできました。あ、よかったですね。周辺に洞窟もないので、かなり大きく掘れそうです。いよいよ、というかようやく、ブラッドマジックに入りますよ。パート5でやっとタイトル回収ですか？まずは、エクストラユーティリティのマシンブロックを作りました。いきなり工業やってるじゃないですか。待ちなさい待ちなさい、そんなにリスク化したいのかね。早くタイトル詐欺から抜け出したいだけです。で、クラッシャー、粉砕機と、火力発電機を作りました。あれ、火力発電機って以前エンダーアイオンのを作ってませんでした？向こうに置いてきた。あ、はい。羊毛を粉砕して糸をゲットしたかったですが、持ってなかったので羊探しです。って飛び出したら早速メイドさんを見つけました。メイドさんから羊毛売ってもしれないんですか？できるわけないでしょ。早速雇いたいところですが、砂糖もなければケーキ用の卵もないので保留です。いつかまた来るから、それまで生きててね。羊はすぐ近くにいたので、大して苦労もしませんでした。テーナーワー系で、羊毛を粉砕して糸にした、止まっちゃった。火力発電機っていろいろありますけど、どれが一番効率いいんでしょうか？全然知らないので、検証してみようかな。はい、糸と骨粉ができました。骨粉だと。え、マジ？骨粉？なんで羊毛の中に骨入ってんの？間違えて骨までむしり取っちゃったの？ちょっと霊夢さん何やってるんですか？羊さんがかわいそうですよ。しし知らない私はやってない私はやってない私はやってない。どうやらこの粉砕機、低確率で対応した占領もゲットできるみたいでして、白の羊毛なので白の占領、つまり骨粉がゲットできたみたいです。なんだ、霊夢さんが骨までむしり取ったわけじゃないんですね。冷静に考えてハサミで骨までむしり取るって筋力ゴリラだよね。まあいいや、私の潔白が証明されたところで、糸を使ってとあるアイテムを作りましょう。羊毛と鉄、レッドストーンで、簡素な投げ罠を作りました。投げ縄じゃなくて、投げ罠なんですね。で、これをモンスターにぶつける必要があるんですが。怖いんですか？はい。もう、地上でぐらい普通に戦えるようになりましょ。向こうのエンダーマンでいいかな。ゾンビとかの方が確実じゃないですか？でもいないし、あんまり出歩きたくないなぁ。あ、あの雲でいいや。こっちに誘導してこよう。雲は壁を越えれるから、拠点内で安心して倒せます。雲の特性すら利用するんですね。よーし来たな。私の投げ縄じゃなかった投げ罠を喰らえ。白いパーティクルが出ましたよ。このパーティクルが出てる間に、急いで雲を倒しましょう。あ、何か落としましたね。デーモニックウィル、これですこれです。これが欲しかったんです。これが、血を抜くために必要なんですか？そうです。早速血抜きを始めましょう。ということで、血の祭壇を作りました。
さらに、リスカナイフ元生贄のダガーを作りました。これを私に突きつけることで、出血大サービスができます。文字通り出血大サービスですね。血の祭壇は適当に仮設置したので、そこの近くに寄ります。これが血の祭壇でございます。そして、生贄のダガーを自分に突き立てて、アヒール。といった感じで自分の体力を削り、祭壇に血を捧げます。ヒッハッヘイフッフッヘッカー。うん、リスカ生活が始まったんですね。まだ溜まってない。ステーキ食べて回復しなければ。いつからか、満腹が満タンの時の HP 回復速度が上がりましたね。素早く血を捧げられるからいいですね、ヒー。しばらく出血してたら、血の祭壇に血が溜まってきました。この血を活用するんですね。そうです。ここでは血のことを LP と言いまして、LP を使っていろんなアイテムを制作します。大丈夫ですか？大丈夫です。気持ちよくなってきましたので。それダメなやつです。戻ってきてください。ってことでプレイヤーから精神を分離させました。都合がいいですね。これが実況者の特権ってやつです。で、血の祭壇に血がたくさん溜まったので、ダイヤを置いてみます。お、赤いパーティクルが出ましたね。このまましばらく放置したら新しいアイテムになります。途中で血がなくなるとまた最初からになるので、常に血を切らさないようにしましょう。皆さんも日本から血を切らさないように献血しましょうね。なんでここで献血キャンペーンするの？お、できたできた。すっかり血が染み込んだ見た目してますね。そうですね、しっかり煮込みましたから。はい、弱いブラッドオーブです。弱いってことは強いブラッドオーブもあるんですかね。その辺私は無知なので、わかりません。で、ブラッドオーブが何に使えるかというと、血を捧げるのに使えます。これもですか？ただしこれで捧げた血は祭壇ではなく、ブラッドオーブ自体に溜まるようです。ダメージ量が 1.5 倍になってますね。ということは捧げる血の量も 1.5 倍なんでしょうか？さあ、ということで時間が来たので、リスカ生活第1話を終了します。やっとタイトル詐欺から脱出できましたね。次回もどんどん採血を進めていきます。それではまた、次回をお楽しみに。